墓割りのゲームリストアレジだよーとか、上越でライブやるらしい。説明しよう。白米北陸に伝わりしダイヤモンドとは、上越教育大学ガカペラサークルジェイドに所属するシャリーズ事務所に所属する男性4人のユニットだ。うわー、どうやって出てくる、出てくるよ、やばいやばい、出てくるよ、今にも出てくるよ。やばい、みんな拍手。シャトルバスを使ってファンの皆さんが駆けつけてくれました。どうもありがとう。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 いや、こんなね寒い天気の中本当に来てくれてありがとうございます。そんな冷えた心を温めるような一曲を用意してきました。聴いてください。嵐のミッシュ。
川本家さんチャームポイント上越のカズレーザーヒロです。よろしくお願いします。身長176センチ、体重49キロ。あなたの心のマッチ棒、遠坂ひろあきです。顔は真っ黒だけど、心は真っ白。学年2位のインテリボーイ、ゆうとです。よろしくお願いします。そして、声変わりが2回来ました。長野最後のスーパースター、普段ベースは輝いてますよね。こういうところで輝いてるそれでアイドルセッションで、じゃあ次回最後の曲になってしまうんですが、その曲はね、今ちょっと勢いのあるバンドジャニーズウエストさんの A じゃないかという曲をお送りしたいと思います。皆さん声を、ね、出す場所もありますので、ぜひぜひお願いいたします。それでは僕たちを応援してくれて A じゃないか、バンドありますが最後までお楽しみください。白米でした。